大な山々がそびえるヒマラヤ山脈。その雪と氷に覆われた大岩壁に谷口さんは体一つでよじ登ります。誰も登ったことがない未踏のルートに挑むのが谷口さんのスタイルです。高度6000メートルを超える絶壁でのクライミング。厳しい自然を相手にギリギリの挑戦が続きます。さんが愛してやまない冒険の醍醐味をたっぷり伺います。さあ改めてご紹介します。クライマーの谷口圭さんです。見たことがない山もしくは壁に、たった2人で足を踏み入れて誰もの助けもなく自分たちの装備だけで登ってきたというところだと思います。誰も行ったことのない、はい、未踏の地を選んでる、そこが評価されたってことですね。そうですね。それがスタイルということなんですけれども、どうして未踏の地を選ぶんですか？もう好奇心ですね。本当に自分の見たことのないものとか行ったことのない世界とか出会ったことのない景色に出会いたい。でそれがまだ誰も経験していないものだと思うと、もう欲張りですね。欲張り根性で行ってるんだと思います。いやいやいや、ワクワクする感じは伝わってくるんですが、はい、でも裏を返すはすごく危険ということですよね。そうかもしれません。でも自分の中では危険だから行きたいという思いはそんなにはなくて、とにかく好奇心の方が強いということですね。例えば不安だから怖いとか、そういう恐れとかいうのはあまりない、持たないタイプなんですか？全く知らない状態だと不安はすごく大きいし、この山に本当に登れるのかなっていう恐怖もあるんですけれども、山にだんだん近づいていって山と出会うと、なんかそういう恐怖とか不安がだんだん薄れていくんですね。全くない状態、未踏の地ですから以前の情報というのはないわけですよね。そうですね。そういう意味では不安が募りそうだなっていうふうに思ったんですけども、でも山に近づくと、はい、意外と薄れていくんですか？そうですね。なんかよく近づいてって山の大きさにビビりそうですけどね。最初ビビるんですよ。で、ああやっぱり帰ろうかなと思うんですけども、その瞬間そう思うんですけども、その山のふもとで何日か過ごしてるうちにすごく山と仲良くなってきた感じがするんですよ。で、なんか山が自分をあ受け入れてくれてるなって感じなんですけど、なんかそういう感覚になって初めて登り始められるっていう気がします。そうですか。さて、ビオレドール賞を受賞したクライミングの舞台なんですけれども、それがインドの首都デリーの北東に位置するこちらカメットという山なんですが、山頂こちらここに立たれたわけですよね。そうですね。一体どこを登ったんでしょうか？吉井さん、山登りはされる？全然したことないないですか？山登りをいろんな方が最近流行ってしてると思うんですけれども、この写真を見てどこ登りますかって聞くと、大体、ちょっとこの辺岩っぽいんで難しく感じちゃうんですけれども、この斜めに上がっているスカイラインがありますよね。そこが一番傾斜がなくって登りやすいので、一般的にはノーマルルートと呼ばれていますけれども、一番その山の登りやすいところを登るのがノーマルルートと言ってるんですが、私たちはこの壁のど真ん中を来ました。普通ですとこう尾根に沿って歩いていくのに、はい、谷口さんは一番私だったら選ばないと思ったところを登ってたわけですね。そうですね。ここを選ぶのはなぜですか？山の登り方もいろいろあると思うんですけれども、自分の中ではクライミングも芸術の一つなんじゃないかなと思っていて、で、自分たちのクライミングのスタイルを表現することがその芸術の一つかなと思っていて、で、自分たちはここを選んだ。いや、確かにね、光線で見ても一番綺麗に光れてまっすぐ直線で綺麗ですが、はい、ただね、こう雪がたくさんありますし傾斜もすごいですし、まず雪崩の心配はないんでしょうか？それはいつも一番
に必ずこう様子を伺って雪崩が起きないかなっていうのを確認して、この時も何日も山のことで山の雪崩が起きないかなっていうのを確認して一旦大丈夫だっていうことで行ったんですけども、壁がこう立ってると斜面が急だと意外と雪崩が起きにくいんですね。すぐに降ったのがどんどん落ちてしまうので大きく雪が止まってドサッと命に関わるような雪崩は起きないことが多いです。その代わり傾斜はきついと。そういうことですね。ということは、はい、どれぐらいなんですか傾斜って大体。非常に難しいんですけど、両足だけでは立って